こんにちは、森です。今日は埼玉県東松山市にある円ゴルフレンジさんにやってきました。で、隣にいるのがここの練習場のオーナーの宮島さんです。はい、宮島です。はじめまして、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、ここは最近リニューアルオープンしたばっかりだそうですが、はい、オープンしたのは8月4日です。4日、はい、かなりリニューアルオープン長期でしました。クリアさせてもらいました。で、ちょっとこだわりがこの練習場ありまして、皆さんが触れる場所はかなり綺麗にさせていただいて、例えば座る椅子だったり、はい、テーブルだったり、はい、あとはちょっと女性もたくさん来ていただきたいんで、トイレとかはめちゃくちゃ綺麗にさせてもらいました。さっき見たんです。見ました。あったんですけど、はい、トイレとフィッティングルームというか、お着替えできる部屋とか、そうですね、その辺はすごい力を入れました。すごかったですね。フィッティングルームもなかなか、メイク落としとかも、はい、あったんで、なんかさすが、すごい女性の方にたくさん来ていただけるなって。で、あとは小さいお子さんにも来ていただけるような、ちょっとね、休憩スペースのこだわりだったりとか、楽しんでいただけるようにやってます。宮島さんもこちらでレッスンされるんですか？私もPGA のライセンスを持ってまして、週に3回ぐらいのクラスでレッスンさせていただければ。ゴルフの悩みがある方はぜひいらっしゃってください。はい、それではちょっとレッスンの方に行きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、森です。今回は女性向け、女性に対してなんですが、100を切るために必要な練習方法、練習をするべきことっていうのをちょっとお伝えできればなと思います。で、なんで女性向けかっていうところなんですけど、結構 YouTube とか、雑誌とかに出てる、よくあるレッスン、100を切ろうっていうんでやるレッスンで、意外に男性のアマチュアゴルファー向けがやっぱり多いんです。もちろんだって過半数は男性のゴルファーなんで、そっちに向けて発信すれば当然だと思うんですけど、なんで女性に向けてではないんです。で、なんならよく私も今よく指導してる、ちょうど100切り目指してる女性の方レッスンしてても、やっぱりそういう媒体に出てるレッスン全然通用しなくて、全く別のものっていうのかな、だから完全に女性にフォーカスしたものっていうのをお伝えできれば、間違った方法でとは言わないんですけども、近道して100切りが切れて100を切れるかなと思って、ちょっと今回お伝えできればなと思ってこの企画をやっていただきました。はい、まず100切りをするために、練習してもらいたいことは、まず8時から4時、手が腰から腰のこの振り幅です。これを、サンドウェッジ、ウェッジでしっかり当てられるように練習する、別名ビジネスゾーンと言います。で、3分1で8時から10時、これ必ず当てるように、綺麗に当てられるように練習してください。これはもうグリーン周り行ったら必ず使う振り幅なんで、ここでダフったりトップしたりするとスコアの加算にもなってしまうので、しっかり当てられるようにする。で、その練習をした時に自分が何ヤード飛ぶかっていうのも把握しておいてください。私今多分飛んで20ヤードぐらいだと思うんですけど、これ人それぞれ違うので、そこを把握してください。で、次にハーフショットなんですけど、一番練習してもらいたい振り幅ではあって、クラブはだいたい女性の方だと7番アイアンか、もしくは8番アイアンを持ってハーフショットで練習していく。これは、セカンド以降使う機会が多いと思うんですけど、ドライバーはティーグラウンドが平らなんで、フルショットしてでも問題ないと思うんですけど、セカンド以降はもちろんゴルフ場なんで傾斜とかがあるじゃないですか。なんでフルショットできない場面が多いと思うんで、これでしっかり当たるようにしてってあげると、無駄なゴロゴロゴロとかっていうのもなくなってくるんで、とにかく7番フォア8番でしっかりハーフショットで打てるように綺麗に、5球打ったら4球は必ず当たる、せめて少なくとも3球かな、半分以上はうまく打てるように練習していって使いたい。これ7番です。っていう感じ。
で、その7番アイアンと8番アイアンの練習をするときに気をつけてもらいたいのは、一球一球必ずセットアップするっていうこと。まあ、もう全部こう固めたまんまで、まあ、1球これポン打ちました、はい打ちましたってやった後に、2球目はこう足の位置も何も変えずにこうやってセットアップして、グリップとかも変えないでこのままこうやって寄せたりとかせずに、必ず全部1回崩して、まあ、本番さながらにルーティンをし直すっていうのが一つ。あともう一個は、そのハーフショットでやったらハーフショットするとか体が止まっちゃうことが結構多いんで、体ハーフショットでもおへそを目標方向にしっかり向けるっていうこと結構多いのが、そのハーフショットしてくださいって言った時にこう、あ、全部ここでこうやって終わっちゃう人が結構多いんですよ。アプローチとかもあるんですけど、必ずハーフショットだったとしてもおへそは向こうに向けてあげるようにっていうところの2つはちょっと注意しながら練習してもらいたいなと思います。で、最後には、女性の方、男性だと100ちょい残ることが多いのか、女性だと7、80ヤードとかが最後残ったりすることが多いんです。80ヤード以下から残ったりすることが多くて、まあ、80、70、60、50って打ち明けるのって結構女性の方大変じゃないですか。普通の私たちとか男性のアマチュアゴルファーだと、まあ、ちょっとハーフショットすれば10ヤード落とせますよとかってなるんですけど、一般の女性の方だと振り幅小さくしただけじゃ半分落ちたりとか、10ヤード落ちたりすることは絶対ないので、それを番手 と、グリップする位置でちょっと調整してもらいたいなっていうところ。なんでサンドウェッジの普通に、まあ、いつもフルショットする位置で握って9時、3時、まあ、いわゆるハーフショットでまず打っていきます。だいたい50ヤードくらいかな。で、これのちょっと短い距離を打ちたい、50までは行きたくないけど残り40ヤードとかっていう時かな、私の場合で行くとですね、時にさっきの8時4時だと20ヤードです、9時から3時だと50ヤードです、なると40ヤードってどうやって打つのってなるじゃないですか。でそういう時に言ったのがさっきのグリップする位置で、さっきのサンドウェッジ9時から3時の振り幅は変えずに握る位置を指3本分ぐらい短く握っちゃう、見えるかな、5本ぐらいで9時から3時で同じ振り幅で打ってあげると大体40ヤードぐらいになる。それをサンドウェッジ1本でやろうとかってすると難しいんで、これは1個バンタゲットアプローチとかでも一緒、いつも通りフルショットする位置で握って9時から3時で打ちます。今日60ヤード、70ヤードです。でさっきみたいに指3本短く握って、で同じようにやると大体60ヤード。2本のクラブでちょっと短く握るだけ、同じ潜り方を9時3時で統一してるだけで、私の場合は50、60、40、50、60、70、4つの距離が打ち明けられるっていうか。なので簡単に言うと、まあ長く一番長く持ってハーフショットし打ちました、こっから指3本握るとその距離からマイナス10ヤードの距離が打てますよっていうことですね。なので実際に今ピッチングのハーフショットで70ヤード飛びますよっていう女の子がいるんですけど、その子もピッチングで70ヤードハーフショットの子が3本握って60ヤード、サンドウェッジだと長く持って50ヤード、ハーフショットで50ヤードが3本握って40ヤード、ただ短く持つだけで2本のクラブをただ打つだけで40、50、60、70で打ち分けられてたので、まあ、そこまでいけばグリーン周りまで、まあ、寄っていくかな、打ち分けられればできるかな。でグリーン周りに寄ったら一番最初の8時から4時で大体グリーンには乗ってくれると思うので、それで大きなミスはなくなるかな
手すぎに近づいてくれるかなと思いますので、ハーフショット9時から3時と8時10時をとにかくひたすら練習していただけたらなと思います。はい、それで今日のレッスンは以上になります。ご視聴ありがとうございました。